いけないのか、はい、っていうところは分かったと思いますね。もともとストレートは力強いという前評判で、はい、持ってるものは素晴らしいんですから、はい、あとはもう考え方だったり、そういった気持ちの持ち方だったり、そういうところでね、またガラッと変わる可能性はありますよね、はい、で今のスライダーがカットなのかというところだと思うんですけれども、はいはい、この球種でもあのルーキーイヤーあんまり投げてなかったですよね。先発することによってこういう球種を使わないと長持ちしないというところでね、こう覚えてきた球種だと思うんですけどね。128キロ、今のがスライダーなんですかね、はい、だからその前はカットボールなんですかね、うん、こういった球種が使えるようになったっていうのもね、あの幅が広がったっていうと、落ちる球で2球種ぐらいでやってましたもんね、うん、去年はね。でどのボール1軍での自己最速も出ました。ね、はい、のがね、ちょっと欲しいかなと思いますよね、うん、インコース寄りました、インコースつきました、三振です。まあね、あの、はい、勝負球としては最高のナイスボールですけれどもね、だから例えばあのストライク先行の有利なカウントの時に、はい、インコースに確実にボールにできるというコントロールがあれば、さらにこうピッチングの幅が広がるわけですよね、はい、こう勝負球で行くのはね、非常にいい。打球でしたね、はい、そうですよね。勝ち越し点の呼び水になりました。でもね、こうやってボールボールになると、もうストライク取りに行ける球がまっすぐしかなかったですけどもね、はい、打った瞬間にオスナは声を上げました。センターフライです。ましたね、明らかに伊藤将司の時とはちょっとこうアプローチ、はい、違いましたね、違いましたね。まあ、でもそういうところが分かっただけでもね、うん、まあ、今日のこの次の打席以降、はい、明日も含めて、ね、こう助けになりますよね、初球サードゴロ、スリーアウト。同点に追いついた後、リリーフした小川一平、素晴らしいピッチング、三者凡退に来て取りました。6回の表終わりました、3対3です。さあ、そしてプロ初勝利手にしました小川一平投手です。プロ初勝利おめでとうございます。ありがとうございます。今の気持ちから教えてください。1年目で勝利ができなかったので、すごいホッとしてます。甲子園のお立ち台からの景色、改めていかがでしょう。甲子園からのお立ち台の景色、改めていかがですか。すごい綺麗です。小川投手も先週の巨人戦から本当にチームの勝利に貢献するピッチングが続いていますけれども、ご自身の投球振り返っていかがでしたか。とにかくゼロで抑えて攻撃に流れを持ってこようと思って投げているので、それがつながっていると思ってよかったと思います。昨年のご自身と比べて成長した部分、タイガースファンにここを見てくれというアピールを改めて教えてください。ここを見て、強気で攻めるピッチングを見ていただければいいかなと思います。さて、今日勝利したウイニングボールは改めてご自身今どうですか。お手元にはありますか。はい、見せていただいてもいいでしょうか。そのウイニングボールは小川さんどうされますか。ひとまずは両親に渡そうかなと思っています。さて、それでは最後にタイガースファンの皆さんに
小川投手自身どう呼ばれたいかなどもうご自由に自己紹介をしてこのヒーローインタビューを締めてください。2年目の小川一平です。同期の純也と及川より遅い1勝になったんですけど、しっかり頑張っていこうと思うので一平ちゃんと呼んでください。はい、今小川一平のもとにウィニングボールが渡りました。勝ち負けはどちらも小川、西武スアレス、いやしかし野口さん本当に以上です。この9月戦線優勝争いに向けて素晴らしい人材が一人、はい、加わってくれました。そうですね、はいはい、まあ、期待をされるピッチャーもたくさんいるんですが、しっかりとその中で、まあ、今日も野口さん結局逆転勝利、はいはい、先制点がなかなか取れないというのは、ね、あるんですけれども、まあね、まあ、欲を言えば先制中押しダメ押しで逃げ切り勝利みたいなね、はい、うん、こういうのが理想ではありますけれども、まあ、もう9月に入れば勝ちは、はい、勝てばよしと。逆にこれが今9月のタイガースの戦い方といいますかね、まあ、ね、ちょっとね見てるファンの方たちにはちょっと心臓によろしくないかもしれませんけれども、はい、まあ、それも一つこういう同点接戦で投げるピッチャーが安定してくるとこういうゲームも増えてくると、はいはい、まあね、いろんな勝ち方を見せていただければいいんですよね、まあ、こういう逆転勝利もそうだし、はい、理想的な勝ちも、ね、そこの中にあればなお良しですよね。小川一平プロ初勝利、ウイニングボール。